ベルラ西北板紙工場はフィンランドのベルラ村にあるかつての製紙製材工場林業に関わる加工製品は森林資源の豊富なフィンランドの重要な産業の一つである現在は博物館となっているこの旧工場はその伝統的な製法を伝える霊障であることからユネスコの世界遺産に登録されているベルラの工場の創業は 1872年に始まった。しかし、1876年の火災で消失した上、資金繰りの問題もあって一旦は閉鎖された。現存する工場群は、1882年以降のものである。この時に、大株主の一人となった、ドイツ系のフリードリッヒ・ヒビルヘルム・ディッペルは、弟の建築家、カール・エドワルト・ディッペルと共に、工場群を整えていった。 工場は、レンガ作りで、ネオゴシック様式が踏襲されている。フリードリッヒ・ディッペルの死後、所有者は転々としたが、最終的には、クミネ社が買い取った。創業は細々と続いたが、最後まで残っていた70代の労働者7人が、引退した時に、工場は閉鎖され、以後は、博物館となった。世界遺産には、以下の7つの工場や倉庫が、 中核地域として登録されており、いくつかの建造物を含む周辺地域が干渉地域に指定されている。登録範囲はベルラ村が含まれるヤーラ市と隣のバルケアラ市にまたがる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。